消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。はい、どうも、クレジッピーでーす。お願いします。お願いします。まだ気になるグラブがあります。あ、マジで？はい、さっき撮ったの他にやっぱ見てたの気になっちゃった。気になりますよ、やっぱ。早速紹介していきたいと思います。では行ってきます。はい、まず1個目、まず1個目いきましょう。こちら、はい、出ました。はい、GS ファーストミット。はい、ファーストミット。実は僕 GS ファーストミットも持ってました。はい、これはオーダーとかじゃないんですけど、 GS で初めてねファーストミットが出たんで気になってて、ちょっと購入させてもらいました。赤オレでね、すごいグランドバイする色で、グレーのステッチが入ってます。はい、でゴールドのラベル、これかっこいいんですよ。またこれかっこいいっすよね。足かっこいいっすよ。めっちゃかっこいい。で、紐はねキャメル、キャラメルかな、キャラメルです。キャラメルね、はい、を入れさせてもらっております。はい、で、このミッドの特徴としては、すっごいコンパクト。確かにちっちゃく見えます。めちゃくちゃちっちゃい、普通のファーストミッドより。うん、だから何がいいかっていうと、うん、最近ファーストって内野手上がりの人が行ったりするポジションでも あるので、内野手の人がめちゃくちゃ取りやすい。これオールラウンドって多いっすもんね。そう、本当に最近そうで、これファーストミット公式を何グラムやったと思います？何グラムですかね。僕30、40、50とかですかね。違うんすよ、これ544g。軽すぎでしょ。軽すぎでしょ。軽いしょ。ほぼ内野手用じゃないですか。そう、ほぼ内野手用のグローブと一緒の軽さ。軽すぎでしょっていう、むちゃくちゃ軽いファーストミットですね。で、しかも芯がしっかりしてる、ハンドリングがむちゃくちゃしやすい。音はバックを、これ使うしかないっしょ。使うしかないですよね。はい、ということでね、はい、僕気に入ったファーストミットちょっと持ってもらおうかな。はい、普通めちゃくちゃ軽いんですけど、ファーストミットとして。でしょ、めっちゃ軽くない？わしょわしょですよ、わしょわしょ。これすごい人のグローブっすわ。そう、だからこれはね、万人受けしそうやし、万人受けしますね、これ。うん、ハンドリングの効きにくいなって今まで思ってた人はおすすめです。まあ、商売のとこ多いですからね、ファーストは多いです。めちゃくちゃいいので、さあ次、次ですよ。次、これが見たかったんでしょ。見たかったですよ。こちら、はい、こちら、はい、ディオン、ディオンのキッチミット。はい、リオのキャッチャーミットです。やばいな、これ。これやばくないですか？そう、今はね、流行りのディオさんなんですよ。やばいっすよ、ディオさんは。もう来てますからね、ディオさん。来てますからね、うん、ディオさんの YouTube とかでもうえげつないプレゼント企画とかやったりしてるんで、今やばいっすからね。うん、もうこれ超おすすめのキャッチャーミットになりますね。やばいっすね、これは。ツヤエグいな、このブラウンド。なんだろう、これ確か D の27型とかそういう形のキャッチャーみたいだと思うんですけど、はい、これね、実はディオさんがね、あの P さんオーダーしてみませんかっていうことでプレゼントしてくれたグローブなんですね、ディオさんが、ね、そうなんですよ。めちゃくちゃありがたい。ヘッドっぽらすぎでしょ。そうなんですよ。で、まあ、ずっとディオさんとは仲良くさせていただいて、バットとかもね使わせていただいたりしてるんですけど、このキャッチャーミットめちゃくちゃいい。で、特徴としてはカラーブラウンですね。ブラウンですね、これは。やっぱチョコって言われてる色になるんですよ、ディオさんの方では。チョコっていうのをベースに補給面と背面に使って、で、違うところはネイビー。かっこいいな、うん、ネイビー。そうですね、街もネイビーでやらせてもらってます。はい、結構広めのミットではあるんですけど、街がめちゃくちゃ浅い。これは薄い、薄い。あ、めちゃくちゃ使いやすいですね。で、このネイビーのカラーもいいですし、ベースもブラウンね、チョコで、はい、ダークブラウンかな、チョコとかそういう系のレースで締めさせていただきます。かっこいいな、これ。いいっしょ。いいっすね。はい、みんなが、気になってる刺繍ですね。刺繍ですよ。刺繍はここに、ディオさんの直刺繍で、パープルで。これね、またもうかっこいいっす、この刺繍は。そのディオって入っちゃってるんですよね、はい、で、親指側にはクレイジーピーパープル。これはもう安定ですよ。安定のパープルです。安定のパープルですよ。僕って言えばね、パープルっていうところがあるんで、
こういうところではパワープロ使っていきます。さすがですよ。でね、これちょっと平裏もねこだわってて、うん、平裏はオレンジなんですよ。やばいっすねこれ。はい、ジュテルのねいい質感を味わいたくて、触り心地がしましたいいっすよね。ジュテルのねオレンジ最高なんですよ。これジュテルのね皮を使ってるんで、ジュテル社のね皮を使ってるんでめちゃくちゃいいですね。めっちゃかっこいいっしょ。で音もね甲高くて、あらめっちゃいいやこれ。はい、爆音っすわ。そうでね、この前の動画になると思うんですけど、はいはい、ちょっと前の動画ね、これは延長戦なんで、延長戦なんでね、はい、その前にね撮った動画に GS のキャッチャーミットが出たと思うんですけど、出ましたね。それに匹敵するエースミットの一つになりそうなものですね。えぐいなそれは。はい、でそれがどういうことなのかというと、はいはい、GS の方はストレート中心の本格派のピッチャーにはあのミットを使ってたらいいかなっていうのと、こっちは技巧家の変化球とか多めのピッチャーにはこれ使ったらめちゃくちゃいいんじゃないかなと。確かに思っちゃったりしてますね。やばいなそれは。使い勝手がいいっすね、はい、そう、その使い分けができるぐらいのねミットが出てきてくれて俺は嬉しいんで。最高っすね。はい、まあ本当にディオさんには感謝しております。はい、ディオさんは本当我々助かってますから。助かってますから本当に、はい、ディオさん様々なんで。様々です。野球チューバーは、はい、まあ、これね一回持ってもらってどんな感想か、あなたもキャッチャー行くことがあるんでね。軽くないですか普通に。軽いですよ軽いですよ。大きさの割には軽いね。 GS マジ匹敵する。うん、軽い軽い軽い。これははめてもいいですよ。いいですか、調整します。あー、P さんの方だわこれ。そうだよ、俺の方だよやっぱり、はい、やばいな。そうです、僕はね結構キャッチャーミットの片付けには定評があるんでね。うん、バンニングしますよこれ。そうで広いなと、面がめちゃくちゃ、うん、広い、大きいんですよねこのグローブ。大きいし、うん、だから安心感がある。最高っすね、ディオさん。最高、ディオさん最高。ありがとうございます。ありがとうございます、ディオさん。はい、ということでこれはディオ、はい、皆さんこれディオさんのインスタグラムとかねチェックしてもらったらむちゃくちゃいいので、うん、ぜひチェックしてみてください。ぜひチェックお願いします。プレゼント企画やってるんで、はい、ディオさん、ディオさんプレゼント企画やってるんで、マジで多いから本当一回覗いてみてあげてください。やばいですからね。 YouTube チャンネルもやってるんでいろいろそういうのにも出てますし、出てますし、まあいろんな方でも出てますしね。翔平さんとか大井さんとかいろんな方出てますし、そうもちろん P さんも出てますし、出てますねぜひチェックしてくださいね本当に。はい、はい、てな感じで延長戦のグローブでした。かっこいいっす。かっこいいっしょ。マジで惚れる。かっこいいっしょ、めっちゃいいっしょ。もう P さんデザインマジかっこいい。まあね、伊達にオーダーばっかりしてないですよね参考になるからな。うん、まあぜひね気になった方は参考にしてもらって、なのでやってみてください。 P さんの YouTube チャンネルの方もぜひ見てもらって参考にしてもらって、リンク貼ってくれるんかな。当たり前じゃないですか。あざす、当たり前じゃないですかそんなあざす。こちらの方もさまさますからね P さん。あざます。はい、僕こそね翔平 TV のお世話になりっぱなしなんで。いやいやいや、はい、そんなことないです。はい、引き続き翔平 TV を見てもらって僕の方を見てもらって、そうです、ね、よろしくお願いします。はい、切磋琢磨してこれからも頑張っていきます。頑張っていきましょう。この動画が良ければチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。よっしゃ、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではショウヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。